レフリー伊藤久志さん、改めて放送席には、平子祐希さん、佐藤義弘さん、そして久松郁美さんをお迎えしています。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ佐藤さん、はい、半年前の決勝戦のカードですね。はい、そうですね、めっちゃ楽しみです。このお互い万全な状態で見たかったんですよね。確かにめちゃくちゃいい試合になるんですかね。そうですね、平子さん、そこなんですよね。二度倒されるわけにいかないですからね。確かに久松さん、三黒選手が初黒星だったんですもんね、あの決勝が。いや本当に番狂わせでしたよね、でも本当テクニシャン同士の戦い楽しみです、はい、本当に。そして彗星のごとく頂点に立ったのが彼、黒田斗真、はい、さあ第一ラウンド、右足前のサウスポーです。佐藤さん、赤いグローブの黒田は左が強いんですよね。そうですね、トーナメントで一気に上がってきた感じしますけど、はい、彼らもその前までのパフォーマンスもものすごく良かったんで。そうですか、はい、まだ20歳ですか。そうですね、来月、まあ、大晦日に21歳になります。はい、そう、久松さん、前回も3試合戦って髪型全然崩れなかったっていう黒田でしたね。いや本当に綺麗なままトロフィー受け取ってましたよ ね、 そうですね。左につなげていきます。かなりこうハスに構えています。左ローキックです。前足の内側インローを放っていきます。もう5年後この2人が日本の格闘技界しょって立ってる可能性もありますからね。共に20歳ですもんね、はい、今平子さん、はい、やはりこう優勝した黒田選手が武尊選手のように倒せるんですね、この階級でも。そうですよね。でやっぱりああいう経験って2段階ぐらい男をね、成長させるというかね。なるほど、1個大きな勝ち癖もついてるでしょうから。ここ中央を取っているのが黒田、その左に、自分の左にサークリング回ろうというところで、左のストレートきた黒田。佐藤さん、どうですか、ここまで。今のところまだお互い探り合いなんですけど、うん、でもそれでもお互い出してる攻撃がすごいスピーディーで、はい、キレがあるんで見応えありますね。ですね、はい、まあ、まさに万全のチャン。うわすごい、今ミドルかと思ってガードしたらインローでした。探り合いだけどダメージありますからね。そうですか、はい、本当に佐藤さん、破壊力あるんですね、攻撃が、はい、バックステップパンチは届きません。三風呂インローキック、足が流れます。左ストレートきました。こう頬骨のあたりに左手を置いて、ここから綺麗にパンチが伸びてきます。赤いグローブの黒田、飛び込んで左ストレート、すぐバックステップ、距離を取ります。膝、いや平子さん、これだけこう倒せそうな軽量級ってすごいですね。左を据えてるのが不気味ですよね。だから照準が、ディフェンスがね絞れないというか、かと思えば蹴りもね強いのが飛んでくるし、斜め向いてることで、はい、より左ストレートが内側から出ると思うんですよ。だから普通の構えよりもガードの内側塗ってきそうだなと思う。体はかなりハスに構えてますもんね。そうですね、なるほど。左のパンチ、はい、あれを左の肩を前に出すような感じの左ストレートを打つと、なるほど、飛距離もより伸びますし、うん、距離感狂わせられますよね。まあ、身長も上回っている黒田、さらにその肩幅の広さもあるので、かなり遠くまでパンチが伸びてきます。さあ残りが10秒になりました。第1ラウンドです。半年前のトーナメントの決勝戦のダイレクトリマッチです。その時31秒で勝ったのが黒田でした。赤いグローブです。ここで第1ラウンド終了となりました。20歳の2人、黒田対三風呂です。K-1 の2021年を締めくくる 12.4、 ここはエディオンアリーナ大阪です。続いてはリミット53キロ、この K-1 では最軽量級のバンタム級の若い2人、画面が半年前のバンタム級日本最強トーナメント優勝した黒田斗真、一方こちらがその決勝戦で31秒で黒田の前に沈んだ三風呂和樹です。鼻が少し赤くなっています。さあ第2ラウンドが始まります。